ベニング・ウェントワースは1741年から1766年と四半世紀にわたってニューハンプシャー植民地総督を務めたアメリカの政治家である。ベニング・ウェントワースはニューハンプシャーの副総督を務めたジョン・ウェントワースの長子であり、ニューハンプシャー最初期の開拓者であるウィリアム・ウェントワースからは早存にあたった。ントワースはニューハンプシャー植民地ポーマスで生まれ、 死んだ。父の影響下にこの小さな植民地にあって、最も著名な政治家と商人の一家の一員となった。1715年にハーバードカレッジを卒業し、ポーツマスで商人となり、植民地議会では町の大議員になることが多かった。1734年10月12日に国王の評議員に指名された。1741年、 ベントワースは一連の運命のもつれから植民地の総督になることになった。長年、父がニューハンプシャーのために独立した政府を設立することを植民地の役人に働きかけていた。当時は隣接し、またかなり大きなマサチューセッツ湾植民地の総督の監視下に入るのが常だった。マサチューセッツ湾植民地総督のジョナサン・ベルチャーはマサチューセッツの生まれで、 1730年代には、両植民地の総督となり、その任期中に、メリマック側の西にある所有権論争のあった地域で、マサチューセッツに有利な土地の認可状を多く発行していた。その認可については、偏見があるとの主張が上がっていた。この論争は1730年代後半、イギリスを常時二世の知性に最高に達し、貿易委員会が総督職を分けることを決めた。 当時、ベントワースは個人的な財政危機を処理するためにロンドンにいた。1733年にスペインに木材を輸出していたが、当時の難しい外交関係のためにスペインからの支払いがなかった。ベントワースは債権者に支払うために借金する必要があり、スペインからの支払いを確保するためにロンドンでロビー活動を行っていた。 外交努力は身を結ばず、ベントワースは破産することになった。その破産の一部として、スペインが払わなかった負債のために、イギリス政府に1万千ポンドの責務があると主張した。ロンドンの債権者たちは、イギリスの政府が、ニューハンプシャーの総督職に、ベントワースを指名するという条件で、負債の支払いを繰り延べすることに合意した。この合意はベントワースが、 イギリスの政府に対する権利主張を放棄するという条件で成立した。ウェントワースに対するニューハンプシャー植民地総督の任命書は1741年6月に発行された。その後、国王の測量監督にも指名された。1741年12月13日、ウェントワースは総督に就任した。ウェントワースクーリー自定徳ウェントワースは王室から まだ占有されていない土地の払い下げを認められ、1749年には現在のバーモント州南部となっている土地の払い下げを始めた。ニューヨーク植民地によってこの地域に法的支配権を主張させる代わりに土地開発者に土地を売るという懸命なやり方で自身も裕福になった。その事業に支持を得るために、東大の著名なものにちなんで町の名前をつけることが多かった。 例えば、ラトランド氏は、第三代、ラトランド公借ジョンマナーズによっていた。バーモント州のベニントン町は、自分自身にちなむ命名だった。払い下げ地のそれぞれには、イングランド国境界のための土地を保留させ、さらに自分自身のための区画も取っておかせた。最終的にこの進め方で、ニューヨーク、マサチューセッツ、また、バーモントの開拓者の間に、大きな論争を生むことになった。 この論争はウェントワースが総督を辞めた後も続き、バーモントが州に昇格した1791年まで続くことになった。ウェントワースを傲慢で利己的なものとして非難する者たちの中でしばしば見過ごされる事実は、彼が発行した認証が民主的な政府と単純不動産権による土地の所有という基礎に基づく自律的な町を設立することが目指されたことだった。 ウェントワースの払い下げは、例えばニューネーデルラントやニューヨークとは異なり、この意味で近代的な町を作った。この払い下げはすべて類似していた。町の広さは6マイル四方であり、約2万4千エウェーカーとなった。その認証は、学校、入職する牧師、教会付属地のために土地を取っておくよう求め、それ以外にゴスペルの伝道のための教会を求めていた。 ニューイングランド南部の投資家集団に認証を発行し、その多くは土地に足を踏み入れることはなかった。彼らは測量士を雇って、百英館の土地を測り、さらに仲介人を雇って、その区画を南の混雑した植民地を脱出し北に向かおうという個人や家族に販売させた。無謀な陶器を避けるために土地を個人で占有できない場合や、 工作に使えない場合は没収されることになった。ベントワースの認証は、開拓者が所有する50エーカーごとに、5年のうちに5エーカーを工作することを求めていた。工作した証拠は、最初の10年間、毎年1回クリスマスに、ポーツマスでインディアンコーンの穂先一つを出すことだった。その後、経済が上向いていき、効果が通用するようになると、 借りている100エーカーごとに1シリングの税が永久のものになった。50家族が入職すると町はマーケットを持ち年2回の祭りを開催できた。それと同じくらい重要で見逃されている事実はベントワースの認証が町政府の結成を奨励したことであり、毎年3月の第1火曜日にはタウンミーティングが開催された。 このタウンミーティングの監修は今日まで続いている。ウェントワースが各町の隅の区画500エーカーを保留したのは事実であり、地図の上では BW と記されたが、ウェントワースが一個人として、また王室の代表としてそうしたのかは、現在も明らかでない。ウェントワースはウェントワース取りの建設を命令し、1 7 5五年にノーサンバーランドに建設させ、 自分の名前を付けた。ウェントワースは親戚に政府の養殖を与え、さらに広大な土地を払い下げもした。実業家や住民は、次第に、ウェントワース政権の腐敗、税、管理の誤りと王室林の木材の利益を無視した、ことに不満を抱くようになり、1767年には、その辞任を強要した。その後、ウェントワースは、 ダートマス大学が校舎を建設するために500エーカーの土地を寄付した。おいのジョン・ウェントワースが総督の地位を継いだ。ニューヨーク植民地が同じ地域の土地に対する所有権を争ったその論争を理解するためには、ウェントワースの認証が単純不動産権による土地の所有を提供したことを覚えておく必要がある。 ニューヨークが依然として、議事法権制で運営していたが、政治的に好みのものに広大な土地を与え、そのものは学校を必要ともせず、開拓者による自治政府も認めもしなかった。その結果、ニューハンプシャーの土地権利省が有効と考えた自営農は、一夜のうちに、尾崎実りとなった。ニューハンプシャー払い下げちで二十八の町が工作を行うようになるのを待って、 ニューヨーク植民地が入ってきて、チャールズ2世からその弟であるヨーク公に与えた定義も、お粗末な100年前の払い下げ上の効力の上に、土地の権利を主張し、その払い下げ認可が、ベントワースの認可の上に来るものであるとして、土地所有者に、法外な値段で土地の権利証を購入するよう、要求した。それに続いて、大騒動が起こり、王室が1764年に認可について、 猶予期間を設け、ウェントワースが認可を止めた時であっても、ニューヨーク植民地はその動きを続けたので、住民、中でもイーサン・アレンの反感と激怒を買うことになった。ウェントワース邸宅にある評議員室。ウェントワースが評議員会を採用した。中央左に見える暖炉の前で2番目の妻と結婚したウェントワースは1719年にボストンでアビゲール・ラックと結婚した。 この夫妻には三人の子供が生まれ成人したが、誰も結婚せず、また父より先に死んだ。アビゲールは1755年11月8日に死んだ。1760年、ベントワースは64歳の時に、かなり若い家政婦、マーサ・ヒルトンと再婚した。マーサは、一家の中で成長し、先妻が死んだ時に家政婦になっていた。この結婚は当時としては、 かなりのスキャンダルだった。詩人のヘンリー・ワーズ・ワース・ロングフェローは、マーサ・ウェントワースについて、レデ,ディ・ウェントワースを書いた。ウェントワースが死んだ時に、マーサが、その莫大な遺産の唯一の相続者だった。ありがとうございます。